ちは。こんにちは。じゃあ、ゆたかさん、はい、キャンプ、キャンプの情報なんですけれども、はい、どこよりも早く今日、はい、阪神が紅白戦をした、はい、しました、はいはい、で白組赤組で伊藤将司投手先発で、一方相手は藤浪投手先発だったんですけれども、藤浪対、はい、サトテル、もういきなり注目されてましたけれども、もう最初フォアボールから入ってな、いやそうなんです、藤浪大丈夫かみたいな、はい、そんな感じあったんだけど、はい、まあ、近本を牽制で刺し、はい、藤浪が牽制したっていうのは、うん、だからこう早い牽制だったんだ、そうなんですね、するんだと思って、はい、ちょっとびっくりしたんだけど、うん、まあこの時期に150キロを超えてんだよね、うん、そうなんですよ、最速が151キロぐらい出てたと思うんだけど、うん、はい、やっぱこの時期に151キロ投げられたらバッター打てないよ、まだね、その目が慣れてないっていうか、いや慣れてないし、はい、その反応できるだけのものが多分俺の感覚の中では長いんだよね、はい、サトテルがなんと、なんとホームラン、レフトスタンドにフルカウントからな、はい、まあそれもなんていうの、強引に行くんじゃなくて、うん、なんかボールを引きつけて打つ、なんか昨年にあんまりなかったような、そんな感じだったんだ、昨年の紅白戦を見てると、はい、大体引っ張り一本だったんだよ、大きいのが欲しいのかどうか知らないけど、はい、だけど今年のなんか第一打席はこうフルカウントからカットボールも投げられても、はい、それに対応して引きつけてファールにしてるんだよ、ね、で最後投げられたら外にちょっと抜け気味のボールなんだけども、それをライトスタンド、あ、レフトスタンド、はい、ポール際に入れたというさ、あれは藤浪投手は若干ちょっと抜けた、うん、まあ、ちょっとね指のかかりは悪かったとは思うけど、はい、だけどこの時期にあそこに流してホームランを打つっていうのは、はい、やっぱ半端ないよね。あの打席を見ていて、豊さんはその佐藤輝明選手の今の状態だったりとか、今年はどんな風なあれにちょっと変化変わってるなとかって思いますか？あ、だから昨年はインサイドを攻められて変化球という打ち取り方だったんだよね、うん、各チームが、だからその変化球に対して追い込まれたら対応できるだけのボールの引きつけっていうのをやってるよね、うん、だからインサイドから出してインサイドから出して悪いポイントだったらファールになるような、うん、そういう打ち方ができてるんで、うん、今年はその、まあ、ホームランも増えるとは思うけど、はい、率がもう少し高くなってくると。おお、じゃあ今年例えば自主トレだったりとかした成果はちょっとそのあの打席でも垣間見えたかなっていう感じは豊さんしましたか？いや、してるね。お、いいですね。今してるけど、まあ、これが気持ちが変わらなければいいなと思ってね、はい、例えばホームランが出なかったら引っ張りに行くとか、うん、そうなんじゃなくて、まあ、今年1打席目ピッチャー藤浪めっちゃ早いやんみたいな、うん、いやそれだからこうちょっと遅れながらでもいいからホームランになったっていう、うん、でも自分が引っ張れると思えるスピードで強引に行き出すと、うん、ちょっとバッティングが狂ってくるけども、はい、今日みたいな感じで探り探り行ってるんだったら俺はいいと思うよ。お、まあ、探り探り、まあ、探り探りだな、うんうん、まあ、こうボールを疑いながらこうやって打っていくっていうのは、はい、すごくいいと思う。お、だからあのファンにとっても嬉しい、なんかこの材料というか期待できそうな佐藤輝明選手の時期はいいな、佐藤輝明は何でしょう、ね、期待を持たせてくれるな春先とか、いやでも去年と明らかに違うのは、はい、ボールを引きつけるだけの余裕が自分の中で生まれてるということ、うんうん、だからこれは引きつけるということは率に直結してくる、はい、だから去年2割3分とか、まあ、そこら辺の数字だったと思うんだけど、これが2割7分とか8分に上がってくる、ね、はい、だから確率的には上がってくるとホームランも自然的に昨年の20本台から30本台に入ってくる。プラス例えば何十打席ノーヒットとああいうのもなくなる。いや、なくなるよね。ってことですね。なくなると思う。なくならなきゃおかしい。今日の打ち方を見てると。なんか本当に期待の持てるというか、うん、佐藤選手も何か変わった自分を掴んだ1打席になったかもしれないですよね。まあ、そうならなきゃいけないんだけど、でもいきなりさ紅白戦の1打席目からホームラン打てるってそうないよ。じゃあ状態やっぱりいいのかもしれないですね。いや、まあいいっていうか、それだけのパワーと物があるっていうことだよね。ああ、そうなんだ。これがすごいよ。ですね。やっぱり魅力のある選手。ただ、はい、投げてる藤浪、はい、藤浪も今年俺はいいと思うよ。それはどのあ
たりがやっぱフルカウントがカット系のボールを投げられたということと、まだこの時期に150キロ超えてるわけでしょ、はい、だからそれなりの準備もしてるし、あとね、サトテルの2ストライク目膝元に投げたちょっとカット系のボール、はい、真っすぐなんだけど、このボールも素晴らしいわ、うなってましたいやだからボールの抜けは仕方ないと思うんだ、はい、抜けるのはちょっと癖みたいなものがあるからね、うん、だけどやっぱ指にかかったボールって魅力あるしさ、はい、今年藤浪は俺はいいと思うね。あとちょっとカーブも投げた、カーブも投げたから、はい、あの菅野投手ロハスから三振取ったのかな、はい、完全に裏かかれてるね、はい、このあたりその菅野投手と一緒にその自主トレをやったことの何かが出てるんですかね。まあ、多少あるかもね、あの考え方とかさ、はい、まあ、例えば同じまっすぐ腕振ってフォアボールでもカーブでも一緒じゃないってフォアボールは、うん、だからそういう時に変化球って効くよっていうことで、はい、まあ、フルカウントからとか、うん、そういうところからこう変化球とかも投げたから、はい、藤浪はやっぱフォアボールっていうのが課題だと思うけど、その時に必ずまっすぐ行くんだよね、うん、やっぱまっすぐが一番ストライクを取れるっていうふうに思ってるんだと思うんだけど、はい、でもそれが抜けてフォアボールになる、うん、ね、それが甘いところ行って打たれる、でも堂々巡りなんだよ、もう 100% まっすぐ来るって、はい、バットも思ってるから、でもそこで変化球が今日なんかは紅白戦の一発目で使えたっていうことは、うん、やっぱこうなんていうの、各球団の、まあ、スコアラーだとか、はい、そういう人たちは見てるからね、もう、そうですね、うん、あ、今日紅白戦阪神が藤浪が投げる、どこ変わった、フルカウントから変化球来たぞ、うん、そしたらみんなに喋るわけじゃない、だからそれがこう浸透していくと、うん、やっぱ藤浪の一つの武器になるですよね、うん、だから投げとくっていうのは大切なことだよね。確かにそうです、ね、うん、でもそれもストライク来たからさ、はい、いやいやもうフルカウントだから変化球でもほっとけって、うんうんうん、ね、全部ボールだからって言うんじゃないわけだから、ストライクが来たわけだから、うん、だからまあ今年はまた違った藤浪、もともと物はすごいんだけどさ、はい、ちょっと出し切れてない藤浪がいてね、うん、はい、だから出し切れるような藤浪になってきてると思う、表情とかも見てもね、うん、良さそうですね、何かと思うけどね、うんうん、プラス今日のその先発に据えたということは、矢野監督は今シーズン藤浪投手に先発って言ってもらいたい、やっぱ期待の表れだよね、うん、そういうのもあります、ね、うん、それとやっぱそこにどのぐらいの藤浪が準備をしてきたかっていうこともやっぱ自覚として見たかったんじゃない、まあ、だから自覚としては十分な150超えのまっすぐだったよ、うんうん、だからこれを見ただけでもいいキャンプを送れてるなって阪神は思うよねまだ2クール始まった、ただ俺がねちょっとね腹立ってるのはシートノックのあのだらしなさ、これはいかんぞ、ちょっとそうですね、優勝するチームのシートノックじゃないし、はい、守備練習じゃない、これじゃあまたこれだけは言っとく、うん、これは厳しいようだけど、これだけは俺は阪神に言っとくわ、あの、どうする優勝狙えるだけのシートノックじゃない、見てらんなかった、ちょっとひどかったということで、下手くそすぎて、これはもうここからまたちょっと切り替えてとか、あのかマインド変えてきちんとやっていってほしいということ、まあ、だけど、やっぱり一人一人の自覚っていうのは、はい、見て取っていくと、まあ、糸井がさ、もう出てたりだとか、はい、まあ、非常に競争もね、糸井が出ることによって激しくもなるし、うん、ロハスジュニアも昨年ね出遅れた、はい、日本に入ってくるのが出遅れて自分の成績じゃない成績が残っちゃった、はい、まあ、ここも最初から出てるしね、うん、だから選手一人一人の自覚はあったとしてもやっぱ守備という、そうですね、ちょっとそこは勝つですね、勝つでもサトテルのホームランは見てて気持ちよかった、いや見てて気持ちよかったし、はい、やっぱあのなんていうのチーム全体の、うん、まあ、士気が上がるというかさ、はい、あそんな感じのホームランだったね、そうですね、だから佐藤輝明選手も対するその藤浪投手も何か今シーズンいい兆しをちょっと感じられるような2人の、いや、ね、もちろんもちろん、ね、そうだな、楽しみだよこれからね、また ね、 そうですね、まあ本当にあのコロナにならないよ、あ、本当に選手はそうですね、コロナになったら1週間空くからね、また1からだから、そうです、だからもうここからコロナにならないようにしないとね、はい、はい、頑張ってください。